キく君のあまりにも可愛すぎる仕草に、ナンバーアンダーライン愛ファン並みだめ。神宮寺君の優しすぎる一挙手一投足に、心が震える。翔君の笑い声が加わると、ナンバーアンダーライン愛のキュートさが爆発的に上昇。あの可愛いすぎる二人組、ナンバーアンダーライン愛のユタガンと神宮寺ユータが再び登場。今回は、 ブローユーアカバーと題したスペシャルなダンス企画を披露してくれました。ファンの間でも大きな話題となっているこのダンス動画。一体どんな内容なのか、ファンの反応を交えながら詳しく見ていきましょう。見慣れたあの二人ですが、何か少し違う雰囲気が漂っています。一つは、二人がとってもキュートな表情で笑顔を見せていること。そしてもう一つは、 なぜかチョコレートが絡んでいるという点です。一体どんな企画なのでしょうか。動画を見ると、まずキく君が手にしたチョコレートを神宮寺くん君に優しく口に運びます。だけど神宮寺くん君はなぜか拒否しているんですね。でもキく君は諦めず、さらにチョコをねだり続けます。そして二人の距離がどんどん近づいていき、最終的には唇がぴったりと重なるという。 まさにイチャイチャ状態に。これがさりげなくチョコを食べさせるという企画なのですが、さりげなくどころか超接近戦ですよ。笑い。しかも、二人の表情がとってもクスッと笑えるのがまた可愛らしい。ファンからは、さりげないどころか徹底的なイチャイチャだ。二人の甘い雰囲気に包まれて溶けちゃいそうといった反応が殺到しています。そして動画の途中。 番外ゲストとして人気のセクシーゾーン菊池風磨くんの笑い声も入っているんですよ。まさに仲の良い3人の楽しい戯れにしか見えませんね。ファンからも菊池くんの声が入っているのがいいアクセントと喜ばれています。この企画のタイトル、ブローユアーカバー。つまり、いつも以上にさりげなくない2人の姿を見せつけるという意味なのかもしれません。 動画を見ると、確かに二人は普段よりもよりリラックスした雰囲気で接しているように感じられます。さらに興味深いのは、この企画が一見、さりげなくチョコを食べさせる、という単純な内容に見えつつ、実はそうではないところ。ファンからは、チョコを食べさせる企画なのに、全然さりげなくないよね、笑い、イチャイチャ通り越して、もはやただのイチャイチャ動画、といった声が上がっています。 確かに二人の間には特別な絆が感じられ、ファンの期待を裏切らない仲の良さが表現されていますね。普段のコンサートなどでは見られない二人の元の姿が垣間見えるのかもしれません。この動画がリリースされると、ファンの間で大きな盛り上がりが起きています。可愛すぎてずっと見てられる。二人の仲の良さがよくわかる動画だと思う。このダンスも可愛いけど、 何よりも二人の表情がめちゃくちゃ好き。チョコを食べさせる企画なのに、全然さりげなくないのがたまらない、笑い。など、様々な視点から高い評価が寄せられています。特に二人の接し方や表情、雰囲気などに注目が集まっているようですね。このようにナンバーアンダーライン愛の二人が見せてくれた新しいダンス企画。 ファンの期待に応えるような内容となっているようです。コンサートなどでは味わえない二人の元の姿に迫る動画だと言えるでしょう。ダンスだけでなく二人の絆が感じられる内容となっているのが魅力的ですね。これからも番組や SNS などでナンバーアンダーライン愛の様々な魅力を発信し続けてほしいものです。ますますファンの心をつかんでいってほしいですね。 ダンスだけでなく、二人の個性や仲の良さにも注目していきましょう。今回のような新しい企画にも期待が高まります。キシ君がチョコレートを口に入れると、ジングくジ君は満面の笑顔でいられます。そして、チョコが成功裏に投入されると、彼はダンス中にもその笑顔を保ちます。しかし、キシ君がチョコを押し込むと、 神宮寺君は抵抗するかのような笑顔を見せ、その後、岸くんの唇をなぞる仕草が何とも言えない愛惜しさを感じさせます。さらに驚いたことに、その後の神宮寺君の手を握る岸くんの手は、まるで絵画のように美しい光景でした。この動画には、彼らの親密なやりとりに注目が集まりました。視聴者たちは、彼らがただイチャイチャをしているだけで、 その幸せな時間を共有できることに喜びを感じました。チョコレートの食べさせ合いなど、彼らの可愛らしい企画には、視聴者たちの心を魅了する力がありました。しかし、この動画にはさらなる驚きが待っていました。チョコレートを食べさせた後、神宮寺くんが岸くんの唇をなぞるシーンが、視聴者たちの間で大きな話題となりました。 これは一体何なのかそれはただの演技なのかそれとも何か別の意味があるのか視聴者たちの興味と好奇心はピークに達しました。さて、このような動画がなぜこんなにも大きな反響を呼んでいるのでしょうかそれは視聴者たちが彼らの中の良さや親密さに共感し、彼らの絆を感じるからかもしれません。また、 彼らの自然な振る舞いや笑顔が視聴者たちの心に温かさをもたらし、彼らの活動に対する関心を高めているのかもしれません。この動画は視聴者たちに幸せな気持ちを与えるだけでなく、彼らの絆や友情について考えさせるきっかけとなりました。彼らの笑顔ややりとりからは何か特別なものが伝わってきます。それは、 単なる芸能人同士の関係ではなく、真の友情や信頼の証であるかもしれません。ナンバーアンダーラインアイファンなら誰もが知っている、キシ君とジングくジ君のイチャイチャダンス動画。この二人のやりとりはまるで子供のようで可愛らしく、ファンの心を掴んで話しません。今回のチョコレートの食べ合いはさらにそのキュートさを際立たせています。まず、 キシ君が神宮寺くん君にチョコを頬張らせる場面。ニッコニコの表情から一転、チョコを食べた瞬間無表情になり、そのギャップがたまりません。その後、神宮寺くん君がキシ君の唇にチョコの跡を拭うシーン。優しげな仕草に、ファンの心は高鳴ります。翔んの笑い声も加わり、まさにナンバーアンダーラインアイアイオシー状態ですね。さらに、 神宮寺くんがチョコを岸くんの口に押し込むシーン。岸くんの抵抗する笑顔がとても可愛らしく、神宮寺くんの優しげな仕草とのギャップがたまらないです。このような細かな仕草や表情の変化が、ファンの胸を熱くさせるのだと感じます。これらの動画を見ていると、岸くんと神宮寺くんの濃厚な絆を感じることができます。二人のイチャつく様子は、 まるで恋人のようでキュンキュンしますし、ファンの妄想をかき立てずにはいられません。そして何と言っても、翔くんの笑い声が加わることで、この動画の可愛らしさはさらに増します。翔くんがいることで、まるで家族のようなぬくもりを感じられるのかもしれません。このように、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちが織りなすイチャイチャ動画は、ファンの心をわしづかみにしています。 細かな仕草や表情の変化、メンバー同士の絆の深さ、そしてファンへの愛情が感じられるのが魅力だと言えるでしょう。今後もファンを夢中にさせる動画が期待できそうですね。そう考えると、この動画を通して見えてくるナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの優しさや人間性に、ますますファンの思いは募るばかりです。このような企画を通して、 ファンとアーティストのつながりがさらに深まっていくのかもしれません。